結びましょう。もうびっしり。もう本当になんかもうどこにつけれるのかな。ね、あ、すごい。早速ですよ。すごい可愛い。ちっちゃいもん、大きいもん。へえ、すごいね。こんないっぱい置いてありますね。And so continues part 2 of Natchan's and Kathycat's tour of Kamakura, a popular city near Tokyo. Did you already see the last episode? I wasn't doing so good in that one. Natchan and I had set out in order to hunt for lucky shrines and items to boost our fortune. Let's see if this episode of our Japan in Motion collaboration will change our fortune for the better.Japanese now, カティカです。ジャパンイモーションのなっちゃんこと浅尾なつこです。で、ね、お腹いっぱい。お腹いっぱい。鎌倉もあいっぱいいっぱい楽しんでるんだけど、うん、もうちょっと何か欲しいって気持ちがあるじゃない。日本語で言う別腹ってやつ。別腹、うん。お腹いっぱいでも甘いものはまだいける。デザート行きましょう。よし。これいいんじゃない？芋よし感。よし感。うん。芋よし感 is famous for using sweet potatoes in their desserts.But we actually came here because we had heard online that they offer a dish called the Love Fortune Ice Cream. あ、できた。おぉ見てください。すごい、これかわいい。かわいい。What makes this ice cream so popular are the heart-shaped marshmallows on top. They look super cute and tasty, so this dessert is a popular item featured on Instagram feeds as well.せーの、うん、食べちゃった、うん、恋愛をアップする、うん、どうしよう、ロケの終わりには素敵なパートナーを見つけてるかもしれないですよ。素敵な人がいけない映画を組めるかな。どうしよう。After we sweetened up our spirits with this treat, it was time to really boost our love fortune so we could be super super lucky in love.さっきアイス、うん、ハートのアイス食べたので食べました。永遠結びの有名な神社に行きました。なんだって永遠結び、縁結び、縁結び、永遠に結ばれたいけど、はい、縁結びと言います。縁結び、縁結び、そう、こちらね、葛原岡神社。じゃあちょっともうガッツリ結んでいきましょう。そう、私たちのラブの運をアップしましょう、うん、はい、行ってきます。ラブラブアップしましょう。やるさい、行ってきます。Kuzuhara Oka Shrine is located inside a beautiful forest. This shrine is said to bring lovers together and bring fortune in love and relationships. There are two sacred stones, the Ona Ishi, Lady Stone, and the Otoko Ishi, the Gem Stone. Visitors come here to tie a red string with a lucky 5 yen coin to it, as those stones are said to bring you love. Oh! Ah!もうすでに人結構結んでこういう感じなんだ。右が男石で左が女石なんだよね。そうそうそう、だから女の人は男石つける。そう、そう、じゃあこの五円玉を結びましょう。結びましょう。もうびっしり。もう本当になんかもうどこにつけれるのかなって、ね、あったこっちら辺かな。ギュッ、うわっ、めっちゃ固くした。よし、多分誰も逃げないはず。大丈夫。じゃあカッティやる。よし、はい、行くぞ。この辺かな。あの、意外と結ぶ難しい。そう、難しいね。結ばれるのは難しいってことなんだよ。結ばれるのは難しいことだ。そうだね。いやー、よし、よし、よろしくお願いします。お願いいたします。This shrine also features special heart-shaped wishing plates called Emma, on which people write their wishes for love. We gave it a try.じゃん、書き終わりました。書き終わりました。じゃじゃん、私カッティ、あなたマイデスティニー、お一緒に幸せで結び合い、うん、たくさん旅ができますように。ハート、うん、旅が大好きなんで、うん、一緒に旅できる人ができたらいいな、はい。で、なっちゃんはじゃん、私麻生夏子、あなたまだ出会っていない運命の王子様、お確実に私が好きになった人に好かれて、できれば2020年までにプロポーズしてください。2020年で30歳なんだけど、
じゃそこまでには結婚してたいっていう具体的な目標があるので、うんうん、具体的にあのプロポーズしてくださいまで書いた。じゃあ叶うように、ね、じゃあ結ぼう。ここならここ。I really, really hope with this our wishes will come true. 恋愛はこれでアップできたと思うから、うん、他にはなんかあれでしょ。あれだよ、これ。これはあの日本語だの印なんだけど海外の人わかんないかもしれないけど。お金、お金、うん、確かに最近引っ越したのですごいお金使っちゃったし、うん、現実的、現実的です。じゃあちょっと金運上げに行きましょう。次は金運上げましょう。えい、うん、Nat Shan's and Kathakat's journey continues in a quick moment, but let's take a quick break to ask Japanese in Tokyo about visiting shrines and temples in Japan. じゃあ、 どんな時にお寺や神社行きますか？初詣ぐらいでしか行かないですね。おみくじ買って、あともう再選してお参りです。写真好きなんで、それで写真を撮りに行ったりします。インスタとかアップしてますか？してます。はい、神社はお正月に初詣行ったりとか。初詣の時には何するんですか？1年これ頑張るんでお願い叶えてください。高3の時は大学受験合格しますようにっていう風に合格するようお願いしました。じゃあなんかおすすめの、 あの神社とかあればぜひみんなに教えてください。静岡だと私はいつも三嶋大社に行くんですけど、大きい池みたいなのがあってそこを撮っていくんですけど、そこが結構綺麗だと思います。この前鎌倉旅行に行ったので、その時大船観音様を見に行って、ですごいあの階段もすごい長いんですけど綺麗なので見応えがありました。東京タワーのとこどこでしたっけ？道成寺。あ、どこにあるんですか？東京タワーの近くなんですけど、そのお寺の裏に東京タワーが見えて、すごい、もう写真絵になりますよね。なりますね。お、これで全ての質問でした。ありがとうございます。さあ続いてやってきたのは、はい、銭洗い弁財天宇賀福神社というところです。じゃあラブ&マニー、この2つがあれば人生はバッチグでしょ。確かに。じゃあ行ってみましょう。行ってみましょう。 Now this shrine is supposed to help you with your financial fortune and money issues, and it's quite famous for that. So what do you have to do here to raise your financial fortune? The answer is money laundry.それじゃあですね、ここではお金をね、洗って金をアップさせる。自分が持ってるお金でいい？そう。 OK! やってみよう。じゃあちょっと早速体験してみましょう。 People have been literally washing their money here for over 750 years. It is literally money laundry. People enter this cave in order to cleanse and purify their money. 洗ったお金はこうむやみやたら使っちゃいけないんですって。キップした方がいいみたいな感じ。そう、じゃらんを、よいしょ、なんかお金をきれいにするってなかなかしないことだから。しないよね、ピカピカになってる、ね、ピカピカになった、なんか気持ちがいいね。だからこの100円玉は大事にお守りとして持っておこう。はい、はい、大事にしましょう。なんか気持ちがいいね。ね、お金こい。 Here you can wash not only money but also other things that relate to it, like wallets, bills or even lottery tickets. But make sure you don't spend your purified money on the next best thing.それでは、はい、最後の場所、サスケ稲荷にやってきました。おすごい素敵じゃないですか、この鳥。サスケ稲荷は京都にある伏見稲荷となんか関係ある？あります、分社です。分社、そう。じゃあ行ってきます。お、私京都の伏見稲荷実は行ったことなくて。あ、私実はある。ある。そう、だこういう鳥、赤い鳥をこういっぱいねあるところ歩くの初めてなの。いや、すごい素敵じゃない、ね、でやっぱり特に海外の方もそうだけど、うん、その鳥居の写真を撮って、うん、でインスタにアップしたりとか、結構流行ってる。よく見るよね。よく見るっていうか、なんかやっぱその見た目的にもすごいじゃん。そう、フォトジェニックだしね。そう、綺麗、赤だし、なんかちょっとご利益ありそう、これだけで。Sasuke Inari is famous for the fox deity guarding this place. There are also hundreds of Japanese torii gates, and this place has a simply fascinating atmosphere about it that will fascinate you just as much as it fascinated us.
すごい早速ですよ。すごいかわいい。ちっちゃいもん、大きいもん。へえ、すごいね、こんないっぱい、ね、いっぱい置いてありますね。There are so many fox statues. Guess how many of them have been placed here by visitors? あのちっちゃいやつあるじゃないですか。はいはい、あれって全部で何体ぐらいあるんですか？ご本殿行かれました？そこにね、だいたい6000強ありますね。それからそこに1500から2000近くあります。それからその、祠がたくさん並んでるんですが、はい、そこに多分500ぐらい。一番弱じゃないですかね。お参りに来てる人が買って置いとくパターンですか？ね、祈願されるものですね。それで、祈願成就して、お礼参りに来られた方、その方たちは今度は思い思いします。神言感謝ということですね。持ち帰っても大丈夫ですか？持ち帰る方はね、1割か2割ぐらいですね。いらっしゃいますもちろん。お祈願されて、で、そうです、そうです。This place is really special and I really felt moved just being in this place. It's hard to describe in words, but it made me understand why Japanese people believe that something sacred resides in this place. I couldn't help but feel the same. いや、今日はいろいろありましたね。これで大丈夫じゃない？これから。うん、でもいいことがあります。今日ちょっとね、お天気的にはちょっと曇りで、大丈夫かなって思ったんですけど、鎌倉のこういう天気の中すごくいいなって思いました。あ、逆に合うかもしれない、なんかミステリアスな雰囲気がすごいします、特に私はここのね、サスケ稲荷はめっちゃパワーをね感じた。パワースポットはすごいですよ、皆さんもぜひ日本に来たら鎌倉に来て、いろんなところにお参り行きましょう。はい、なんかいいことありますようにね、私たちも。ぜひぜひ。はい、じゃあまたねー。またねー。